始まりました。よしこの1週間、今回はですね、うるさいアフレコ入りでお届けしていきたいと思います。いい天気でした。ここはね、愛知県の長島スパーランドとかあるところですね。今回はキャンピングカーでの旅の1週間をご紹介していきます。朝ごはんはね、しそですね。目指しているのは岡山の矢掛という町でですね、私の親戚がいるところということで、まずそちらをね目指していってます。赤服ね、伊勢ですけど、これは大阪なんでね、たこ焼きも食べましたね。でなんと12時間経ってますね、これ。本当もう全部お父さんが運転して、本当、あ、お母さんも運転しましたけど、実はこのねパスタがね、一回お母さんが急ブレーキしてぶちまけたパスタなんですよね。はい、道の駅赤湯に到着しました。すごい細い。こちらが私のご先祖様の家ということで、もともと大名とかが泊まる宿をやってたみたいですね。でこっちが直属のご先祖さんで、醤油屋さんですね。すごい昔ながらでびっくりしました。渋すぎですよね、井戸とかもあって。でもう出してくれるものがもう普通の家じゃない。まだ細々とね、醤油を一人で作ってるみたいで、本当にすごいなって思いましたよ。でっかいおけめっちゃあって、もう醤油って大変やなって思いました、本当。しかも家にめちゃこんな本あって、どんだけ頭いいねんって思いましたね、本当。で猫ちゃんもいるしね、もうかわいい、本当にかわいい。街もすごいね、いい感じで、岡山の矢掛町、皆さんも行ってみてください。今度は有名な倉敷の方に行きました。遅い時間だったんで店はほとんど閉まってました。味ありますね、ほんとめっちゃ餌あげてるおじさんいた。おしゃれなお店もいっぱいあるしね、皆さん行ってみてください。なんか流してやってくださいって、なんか東京では見なくないですか。このコーヒー牛乳はあんま最近売ってないんですよね。昨日の鍋の残りのおじやですね、朝ごはん。今日はなんかガーリーじゃないですか。ほんと天気に恵まれてよかったです。で今日はなんと船に乗っていきますよ。通勤とかにも使ってるみたいで、車とかバイクとか自転車でそのまま乗ってる人もいました。この無人島いいですよね、なんか日本じゃないみたい。到着しました、直島ですね。よくインスタとかで見ません、これ。見ますよね、もう中入っちゃいましたよ。自転車を借りました。自分の自転車がなかなか見つからなくて大変でした。多分 4,5 時間あればもう島楽しめるんじゃないかなって思います。
フォトスポットがめっちゃあって、本当にインスタ映え。で、しかも野良猫ちゃんめっちゃいて、マジで可愛い。沖縄でも自転車乗ったことあるんですけど、島で自転車乗るとマジで気持ちいいね。みんなやってください。ここほんと SF みたいな感じでめっちゃおすすめです。光と影とか好きな人はマジでおすすめ。南国の海ってめっちゃ綺麗。私25メートルも泳げないんで本当に海の女にはなれません。このアートもすごいんですけど、後ろで真似してる兄がウケますよね。月曜と火曜かな、定休日が多いみたいで、この島が。なんでね、ご飯屋さんを探すのがすごい大変でした。素敵な島でしたね。やっぱ日焼けするとすごい疲れて眠くなるんですよ。しかもまたアイス食って、ほらまた集金唾。瀬戸大橋ってこんな長いんだって初めて知りました。1本4万トンらしいですよね。これね、お父さんが一番可愛いかもね。うん、ここすごい綺麗って、この歩いてる子たちがもう何、青春、え、青春。ほらまたドーナツ食って、なんか閉店ギリギリだったみたいで、出たらもうスタッフが待ち構えてて本当にすいませんって感じでした。ハリーポッターですね。香川県って本当道広くて、どこもで、やっぱうどんだよね。そう、うどんです。朝ごはんにうどん食べてきてる人結構いました。ここめっちゃ金銭アップしそうだよね。お願いします。私たち兄弟すごい公園が好きで、あ、ブランコ大好き。しかも兄の足にね、ニョッキがいてびっくりした。次はコンピラ山に来ました。このワンちゃん家出した時にコンピラ山でお参りしてたらしいです。やばくないですか。これ本当に舐めてたんですけど、めっちゃしんどかったです、階段が。おいっ子ちゃんに山回りも買って、これ見て、これすごくない？1200円ぐらいでしたね。お昼またうどん食べました。これいいケツしてるよね。フェイといったね、旧浜離宮庭園を思い出しましたね。そちらの動画も右上からぜひ見てみてください。もう恋が群がるのなんのって、もう彼らもね、生きるの大変なんですね。地震雲が発生してて、でこれ地震雲だって言ってたら、お兄ちゃんが地震雲なんて存在しないからねって言ってきました。3食うどんだったんですけど、マジでここ本当に美味しかった。うどん本陣山田家。ここほんと夜中めっちゃもう走り屋たちが集まってきちゃって、私とお母さんで怒鳴りに行ったっていう。はい、このね、ちっちゃいちょっと子供魂みたいなトロッコ、可
可愛いトロッコでした。うん。洞窟にね入っていきますよ。これねひどいよね。ほんと最初びっくりしたんだけど、え、動いてなくねってなって、私のお母さんがボディービルダーなんですけど、この機材家に置きたいって言ってました。最近趣味でタロット占いもするので、こんな石も買ってみたり、東洋のマチュピチュって言われているトーナル地区にも行きました。父さんが昔仕事で建てた看板をね見に行ったり、ここら辺はすごい森林浴ができるということで治療とかにも使われるらしいです。あの森林浴した人言ってください。でここら辺からですね、太ってきてねってなってます。でこちらひいひいおじいちゃんがなんか昔ね池を救ったらしくて、そちらもね 見させていただいてお墓参りもさせていただいて、ありがとうございます。でここほんと綺麗だったので、あのデートとかに連れてきたらもうこれもうイチコロじゃないですか。はい。でこのコインのお菓子マジでなんか3年ぐらい置いてたんじゃないかなっていう味しました。こちらね、確か高知ですね、道後温泉有名みたいですね。私が初めて知ったんですけど、すごい改修工事をしてて、なんか聖徳太子とかもこちらの温泉に入ったことがあるっていう、だから多分すごい前からあるっていう感じですよね。でもすごい中も中国みたいな雰囲気がありました。なんかチーズの上に雪見大福乗せて焼くと美味しいですよ。スタバめっちゃ可愛くないですか。で普通にストロベリーの新作買った。でからくり時計ね、これなんかすごい有名らしいです。めっちゃ可愛くない。はい、また食べてますね。これ美味しかったね。なんかつけて食べる感じの鯛飯で、1週間なんで服がなくなり始めて1回コインランドリーで洗いました。四国カルストというカルスト地形、なんか羊みたいな感じで石がボツボツ出てるのをカルスト地形って言うんですけど、ほらここね、すごい良くない。ここでね、なんとバーベキューしちゃいました。標高 1400m なんですよ。そりゃ寒い。山の頂上でバーベキューしてるようなもんなので、もう寒すぎてバーベキューどころじゃなくて車の中に入って練乳飲んでました。すいませんでした。勇ましいな顔が。この日から雨が降り出しまして、霧がすごくてね、本当に事故起こるんじゃないかなって思ったよ。四国八十八ヶ所っていうお寺を巡る、こういう風に歩いて巡ったりする方とかもいるんですけど、そこの38ヶ所目に来ました。すごい感じましたね。はい、ジョン万次郎のドラマとかやってましたよね。この沈下橋がもう普通に車通るから、あの地元の方からしたらここに来る観光客めっちゃ邪魔だろうなって思いました。
しといすぎてもう諦めてスーパーでカツオを買いまして、もうこちらで優勝させていただきました。この温泉のサウナが温度低いのにめちゃくちゃ汗出て、もう最高でした。本当におすすめ。本当長々とここまで見てくださった方がいるのか、もういたら本当にありがとうございますという感じで、やっとお家に帰る日がやってまいりました。この塩けんぴ本当美味しくて、もうこれ本当太るからマジで気をつけろって感じなんですけど、本当にお父さんずっと運転お疲れ様です。で渦巻きもね少しだけ見れました。初めての淡路島でしてね、こちらのなんかすごいリラクゼーション室みたいなところがあって、ここで無料でこういう風にできたんですよ。てかね、ほんと太ったよね。こんな私も可愛いということで愛してください。大阪まで来ました。でアニメ見ながらね、もうずっとお父さん頑張れって、一日保険がキャンピングカーは入れないんですよね。それで私たちは運転できませんでした。このレトルト牛丼が本当にまずくて、すごい疲れてるのにまずい、さらに女の子で出払いたい、でも本当に疲れましたね。夜中の3時にようやく家に着きまして、本当一番疲れたのお父さんで、お疲れ様でした。皆様もね最後まで見てくれてありがとうございました。本当に長くなっちゃって本当に申し訳ございませんでした。来週はね、フェイの動画お楽しみに。そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。